流行るレベルがさ、その感覚もいつも違うから分かんないけど、今後続くかって言ったら、なくなる店もあれば続く店もあるんじゃないですかっていう回答だよね。ただ市場が広がるかどうかで言ったら広がらないと思うよ。どういうところ戦ってるんですかね。やっぱスイーツ、スイーツケーキ屋さんじゃない、一番戦ったりの、はい、タピオカバーって広まったじゃないですか、今ビューンって縮小してて、どっかにこういうのが流れてくるんですかね、だって日本全体の胃の大きさは変わんないからさ、食べる量がね劇的に急に倍になるわけじゃないから、じゃあそのところをどこに費やしてますかって話だけど、だから市場は取れないのかなと思う。